皆さんこんにちは。開催中にバランス調整が来るようなので、動画にしていきます。どうやら、バージョン 2.5 にてバランス調整が入るようです。で、まず敷地プロトコルが上昇するようです。一応高難易度のレベル設定が、敷地プロトコルですね。難易度上限解放があるって認識で良さそうです。そして、一部方程式が完全に作り直されるようです。例が書かれていますが、あんまりまともに読んだことがないのでなんともって感じですが、例をぜひ読んでみてください。戦闘不能凍結バリア状態が3ターンから1ターンへ短縮でバフも増えてますね。あとは、運命の特性の効果が強化。多くの運命の祝福を集めると、特性が強化されるようです。全体的に効果アップって感じでしょうかね。そして、挑戦時の獲得祝福の調整。方程式に含まれるものが含まれやすくなりますね。高難易度では序盤がどうしてもめんどくさいので嬉しいですね。そして、荷重器物の緩和です。これまでは雷だけだったのが、氷も含まれるようになったり、対象の属性や運命の範囲拡大が行われるようです。そして、今後の展望です。更新に伴って、方程式、器物、イベントなど、全体的にボリュームアップ。新器物と方程式ですが、これは例ですかね。さすがに1個ずつ追加ってことはなさそうですが、どうなのでしょうか。あとは適合レベルの上限増加。現在は60上限なので、80上限になる感じですかね。あとは今後も不定期で更新予定のようです。あとは 2.6 では、新しい高難易度モードも追加です。2.6 実装キャラ接待コンテンツにはなりそうなので、2.6 実装キャラの属性に注目したいですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。